どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、オキュラスの前にいます。ちょうどね、場所としては、ニューヨークの、ワンワールドトレードセンター911メモリアルなんかがね、近い場所に今いるわけですけども、本日はね、こちらのオキュラスの中を今回ね、ざっくり紹介させていただこうと思っています。どうやらね、ゴーストバスターズの、VR 体験なんかもね、今やっているみたいなので、もしね、お子様連れでニューヨーク来られる方、今年の10月までで一回閉まってしまうみたいなんですけども、またね、来年オープンするみたいなんで、もしよかったら、ね、利用してみてはいかがでしょうか。あとね、一応ざっくりね、1階と2階回ってどんなショップが入ってるのかっていうのもね、シェアできたらなと思っております。それでは行きます。それではね、中に入ってきました。すごくないですか、このオキュラスの中すごいですよね。白で統一されていて、でイベントとかもね、行われてるみたいですね。で今ですね、このメインフロアの1階で、このザ・ボイドって呼んでいいんですかね、ちょっと読み方が微妙なんですけども、こちらですね、ゴーストバスターズのVR 体験ができるスポットということで、今2019年の8月なんですけども、2019年の10月まで、行われてるということで、ぜひね、来られる方、こんだけ並んでますからね、早めに来られて、もし利用したい方来られるといいと思います。でね、お店自体はですね、結構いろんなブランドショップが入っているんですけども、アップルとかもね入っていて、もちろんお手洗い等々もありますの で地下鉄の駅とかもね、ここそのまま行けるようになっておりますんで、まあ、ニューヨークに来られる際はですね、まあ観光スポットの一つと今もなっておりますんで、来られてみてはいかがでしょうか。すごいですね、天井がすごい高い。そしておまわりさんとかね、州兵の人とかもいるんですよね。
それはちょっと怖いんですけども、でもぜひね、ここもニューヨークの新しい観光スポットとして、ニューヨーク来られる方来てみてはいかがでしょうか。今回はね、ちょっと簡単ではあるんですけども、ニューヨークにね、新しくできた、まあ、新しくできたっつってももう1年ぐらい経つんですけども、オキュラス紹介させていただきました。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。